今日は私イングベが大好きなんですけれど、イングベ丸蒸し菌ってストラトを使ってるんですけれど、結構熱い音、重い音っていうんですかね、ストラトにしては結構重たい音で演奏しているんですけれど、自分もストラトでイングベぽく弾きたいんですけど、まあ腕はないんですけれど、音作りでイングベっぽい音を作るにはどうしたらいいかちょっとわからないんですけれど、だいたい歪ませて、今フロントピックアップにしてるんですけれど、歪ませて、大体フロントにするとイングベっぽくなるんですけれど、ちょっと弾いてみますね。まあこんな感じでイングベっぽく聞こえるような感じはするんですけれど、セッティングする時はイングベっぽくするには、どうしたらいいかっていうのは自分でちょっとわからないんで、まあ、ストラトだと音が細くなってしまう傾向があるんで、なんて言うんですかね、うまくっていうかイングベっぽくならないんですね。誰かこうやるとイングベっぽくなりますよっていうこう分かるお方がいたらアドバイスいただけたらありがたいと思うんですけれど、これでちょっとリアのピックアップで弾いてみます。こんな感じなんですけれど、やっぱりフロントにした方がやっぱりインクペっぽく聞こえる感じはあります。イングベっぽく弾きたいけれど、腕はまあないですけれど、音をとにかくイングベっぽくしたいと思うので、もしこうやった方がいいよっていう方がいましたら、ぜひアドバイスください。今日はイングベの音作りのお話でした。以上です。